国防省クケル、自由ポーランド軍最高司令官、カジミエシュソスンコフスキ、参謀総長、スタニスワフ・コパンスキ、マリアン・ブージミエシュクキエルは、ポーランドの軍人。大将、亡命政府の国防省を務めた。1908年、積極的闘争同盟に加盟し、重兵同盟の支部組織に参加。1917年、 将校として、ユゼフ・ピウス付きのポーランド軍団第一旅団に入る。1918年からポーランド軍に入隊し、ポーランドソビエト戦争に従軍。終戦後、戦士編纂に従事し、1925年から1926年、戦士局長。1930年から、クラックフのチャトロイスキ博物館館長となり、戦士関連の論文を著作する。 1939年のポーランド侵攻後、フランス、その後イギリスに亡命し、西側でのポーランド人部隊の創設に参加。1940年から1942年、在英第一ポーランド軍団長。1942年から1944年、ポーランド亡命政府国防省。1943年4月16日、ドイツ政府から、 カティンの森事件について通報を受け、国際赤十字宛てにこの事件に関するコミュニケを出した。このコミュニケは、ポーランド亡命政府とソ連政府間の関係断絶の原因となった。1946年から政治雑誌、通報を創刊し、その後、ブワディスワフ・シコルスキ歴史研究所長となる。1970年からロンドンのポーランド歴史協会会長。 ありがとうございます。